元気が出る大チャンネル。スカイツリーが見えます。ここは東京台東区になります。隣は朝日ビルの本社があります。ホップの格好をしているオブジェが黄金のビルに向かって飾ってあります。隣は隅田川、すぐここは浅草になります。今日は三原綱木さんの60周年コンサート、北川大輔ゲストです。楽しみです。今日はいい天気です。スカイツリー大きいな。子供用のグリーンホールですね。メリーゴランド回っています。こっちはスワンがいいですね。ジェットコースターです。後半会場です。夢二着さんが歌っています。ご紹介します。エンジェルひばりさんです。イエーイ、お久しぶりです。吉永さゆりです。間違ってもらっちゃ困るじゃない。もう何年になりますか、デビュー。30年近いですよ、はい、綺麗になって。ですよね。もともとは歌手でいらっしゃって、その後モノマネで小野大輔って、まあ美空ひばりさんのモノマネ一筋でやっていらっしゃるんですけど、食うためにはもう気取って歌ってなんか歌えられないのよ。すごいですよね。芸風大好きで元気ですもんね。ひばりさんの歌を元気で歌われるってすごくないですか。だってモノマネ元気で歌わなかったらモノマネじゃなくてお釜のカラオケって言われたの。ああ、なるほどね。もともとご出身どちらでしたっけ。岡山です。岡山県、吉備の国ですね。桃太郎よ。ああ、もうまあ、この1年ぐらいはちょっとコロナとかでまあ大変だったと思うんですけど。そうよ、大ちゃんにも会えないし。そうですよね、すいません。いつぶりかしら。ああ、そうです。もう本当に1年ぶりぐらいかもしれないですね。1年と2ヶ月ぶり。そうですよね。ありがとうございます。寂しいです。寂しい。司会に使って、まあ、もう少し落ち着いたらいろんなイベントも組みたいと思うので。組んでよ、いいわよ。大変なんだから米5キロでいいから。いつかレンコンいただきました。ありがとうございました。あら、すいません、今日は取れなくて。誰が言うとんでもないです。連合が取れなかったのよ。はい。お知り合いの方が農家をやっていらっしゃるってね。そう、茨城県のね、はい、石塚産業さん。すごいたくさん箱で送っていただきまして。あ、もう今年送らないわけで。うまいわね、この男。いや、これでババと話してとんでもないお前は。ダメで、そんなこと言っちゃう。今日は三原綱木さんのね、60周年の記念コンサートということで。あ、60回忌じゃなくて。あ、生きてるんだよね。そういうの。ご一緒させていただくんですけど、とっても楽しい方なんです。またよろしくお願いします。今日はありがとうございます。ご紹介します。三原綱木さんです。どうも、60周年ありがとうございます。あっという間の60年なんで。そうなんですか、うん、でもね、この60年ってのはね、はい、簡単に言うと、はい、もう泣いて笑って怒ったりいろんな人生があった60年かな。いいことですね。あ、なるほど、うん、大スターでいらっしゃるし、もうブルコメツ時代あたりはもう日本の女性が見てキャーキャーもう失神する方が多かった時代があるので、もう大スターでいらっしゃるんですけど。そういう時もありましたね。まあ、自分が本当にお世話になったのは歌謡コンサートのニューブリッドさんと、ね、ニューブリッドで、バンマスでいらっしゃった時にいろいろ教えていただいたりとか、結構厳しい目で。何言ってんの、はい、生放送でタクト振ってるね、三原さんの時。結構生意気だから。とんでもないじゃないですか。とんでもないですよ。なかなかお話をできるチャンスがなかなかない中、うん、いつかはね、お店にちょっとイベントがある時には遊びに駆けつけていただいたりとか、ね、うん、して。くださったりとか、結構優しい方なんですけど、はいはい、最近はどんな感じなんですか。最近はぼつぼつよ。だってこういう時代だもん、はい、そうですね、時期が時期だから。そうですね、師匠のもうちょっとお互いに我慢しましょう。そうですね、進歩の上には花が咲くそうです。そうです、今ね、そうです、いいこともあると信じて頑張りたいですね、うん、今は頑張って、はい、ただ我慢。はい、そうです ね、 ね、60年を迎えたら抱負みたいなのありますか。うん、あと10年やりたい。あ、いいですね。10年は、はい、ギター弾いて、あ、いいですよね、歌っていたいな。今75歳で、ね、75、若いですよね。何言ってます。若いですよね。かっこいいですよね。もう本当に憧れてますけど、まあ先輩に追いつけるようにまた少しでも近づけるように頑張りたいと思います。はい、どうも。今日はありがとうございます。はい、どうも。今日はコンサートということで先輩の歌もたくさん聴かせていただけるので楽しみにしています。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。よし、ね、靴見て、靴これだもん、これ。かっこいいよね。若いですよね。何言ってんですか。ありがとうございました。どうも、はい、よろしく。いいね。港町13番地を聞いていただきたいと思います。あー、青い旅路の
夜さあ港町13番地やる気のないパラパラの拍手やる気あるよ。まあいくらね緊急事態って言ったってねいいのよ、笑ったって拍手ぐらいしなさいよ、惜しいもんじゃないんだから。北川大輔そうでしょ、なんで拍手してんのあんたたち。もう大ちゃんには負けるわよ、あの人もすごいよね、サービス精神があって作り笑顔作り笑顔よ。私も笑ってみようか。可愛いんだから。何やけくそで。もうちょっと待ってみなさいよ。大ちゃん出てくるから。早く帰れみたいな顔しやがって。私だってあんた1年ぶりに出てきたんだからちょっと喋りたいわよ。雨さんさんと箱たちは優しく忘れに行こう。不思議なものですしい会にお招きいただきまして本当光栄でございます。楽屋の方でご一緒させていただくことができまして、いろんなお話を、まあ、60年早かったよという話の中と、そしていろいろね苦節もあったよという話もありながら、でもまだこれから10年頑張るぞというこう意気込みをお話しくださったので、いいな、お元気だな、お若いなと思う次第でございます。
今日はですね、元気だけは届けられるので、今日は元気いっぱい皆様にビームを送って帰りたいと思います。ここ入りとよ、隣においでよ、幸せはきっとある。みんなみんな星にあるから、もう諦め眠る確証。風に優しく揺れてる、愛していると言えなくて、りょうたくんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。そして宮野スネーク先輩、今日もおめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。北川大輔さん、そして無人のりゅうたくんでした。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。もう聞き惚れるというのはこういうことを言うんでしょうね。私が島としみずでございます。どうぞよろしくお願いします。たっぷりと楽しんでいただければなと、こんなふうに思っております。それからですね、今写真をね、撮ってらっしゃる方いらっしゃいますけれども、ロイヤリティといいますか、著作権等の関係がありますので、写真は恐れ入りますけれども、1人100枚までで、お願いできればなと思っております。曲ブルーシャトーを皆様まずかっこいい楽しんでください。見放つなき森と泉に囲まれて、ブルーブーシャドウ、きっとあなたは赤いバラの、苦しくてブルーブーブーブーシャドウ。60年ってのはね、長くて短いんですよ。もう笑って泣いて、もう本当にそういう生活をずっとやってきました。もうニューブリードで32年か3年紅白歌合戦もやりましたけど、ともかく10年に1回はね、やめたい、もういいだろう、もうこの辺で引退しようなんてことを思ったことはもう何回もある。初めての口づけに My baby won't you won't you see again、長い髪の少女こう打ち明けて、どうぞ愛の物語、甘い色の長い髪よ、バラ色の笑み、青い空の理想、甘い頃長い髪よ、丘を下る彼のもとへ、君と出会った暑くに戻って、お疲れよ、あなたと二人、昨日と今日を愛
はですね、宮原綱木先輩の60周年記念コンサートということで、この浅草の花屋敷の中にあります花舞台、素晴らしい会場でコンサートでした。賑やかでしたね。楽しかったですね。ご視聴ありがとうございました。そして、じゃーん、先輩ご紹介します。小池百合子です。ダメ、エンジェルひばりさんです。先輩、せっかくですから、ちょっとマスク一瞬だけ、一瞬だけ、ちら。面白いでしょ。いや、ほんと、久しぶりに会いました。ありがとうございました。ね、楽しかったね。はい、次は愛知に。そうですね、またお会いします。ありがとうございました。またね。この動画が良かったと思われる方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録、お願いします。